にゃんせよ、みせみだ。今日は何をするかって言ったら、実は3年記念日なんです。なんで3年記念日って思う人おるかもしれんけど、実は私がね、YouTube を始めて今日が3年記念日らしくて、これなんかリスナーさんが DM で教えてくれて、確かに3年記念日やと思って、3年も続けてこれたのは本当にみんなのおかげって。 YouTube ってさ、みんなおらんかったらマジで何も始まらんやんか。だって見てくれる人おらんのにさ、一人でカメラに向かってラーメン吸引しよってもそれはただの自己満やんか。本当になんか3年ありがとうっていうことで、今日は私の大好きな今治のサイサイカフェっていうケーキ屋さん、カフェがあるんやけど、そこで買ってきたんよ。これで、あとインスタで、なんか質問とかありますかみたいな感じで、ね、募集して、なんかこれも答えていきながら、今日は好きなだけ、まあ、3年記念日ということで、食べていきたいと思います。いや、これ、あ、もう開けた瞬間、夢の香りみたいな、こうディズニーですかみたいな。ミキー。見て、私、ここのケーキ相当好きだけど、高いよ、これ4400円もするんよ。3周年ってやってもらった。これ3年記念日ってやりたかったけど、なんかちょっと、あれ、3記念日の方がいいかなと思って。これでね、あの、私の大好きなファミマの芋のジュースあるやん。これ最近ね、なんかみんな買うたびね、めっちゃ DM でね、メンションしてくれて、メンションの欄もマジで芋芋芋芋みたいな。で、そのごまバージョン、黒ごまバージョンみたいなのもあってね、これも美味しそうやなと思って、これお供に飲んでいこうと思って。うわ、黒、コンクリートみたい。セメントのミュールみたいねんけど。めっちゃ美味しい。やばい、めっちゃ美味しい。このシリーズ大好きやわ。いただきます。めっちゃ危ない、いただきますみたいな。チョコ。やばい、にやけ止まらんのんやけど。ケーキ入刀です。すごい寂しいケーキ入刀です。うわ、いただきます。マジでみんな3年間ありがとうございます。失礼します。あ、ふふし。やばい、溶けるんやけど、めっちゃ美味しい。あ、めっちゃ美味しい。うまっ。高いだけあるわ。おいしい。そこまで甘いわけじゃないけん。あ、うまやばい、めっちゃ美味しい。一かけら一瞬なんやけど、外にイチゴへばりついてるだけかなと思ったんやけど、中にもフルーツめっちゃ入っとる。うわー、これ贅沢やば。これ、え、ちょっと美味しいけ、ちょっとこれ質問待ってよ、ちょっと食べさせて。相当美味しい。全然むつこくない。やっぱね、ここのケーキはみんなね、美味しいって言った。スポンジがめっちゃふわふわ、空気。マジで YouTube やってよかったなと思って、みんなおらんかったら本当にマジで今の自分おらんなっていつも思う。いや、自分の性格上ね、なんかよく人と比べてしまったり、自分なんかって思ってしまう時があるんやけど、なんかめっちゃどうでもいいストーリーとか開けた時にね、みそちゃんでいいよとか、ね、みそちゃんのこういうとこが好きですみたいなとか言ってくれるんや。いや、もう彼氏みたいな、みんな相当好き。ちょっと質問読んでいくね。てかね、質問とか募集して、なんか話す内容、なんかネタちょうだいみたいな感じで話したよ。だからなんかみんなね、恋愛みたいな、みそちゃんの今の恋愛事情みたいな。あのね、なんもないんよ。なんもないけん、話すことないけど、恋愛以外でお願いしますって思うけど。やばい、めっちゃ美味しいんやけど、ケーキ。コロナ終わったら行きたいところ、やっぱこれは韓国だろう。やっぱ韓国は行きたいね。倒れた、最悪。おっとけー。くんちゃるせよ。アップせよ。最近の爆食と体型維持のバランスについて教えてちょ。教えるちょっていうか、それはないんだけど。え、なんか、太ったよ、普通に。太るよ。だって、自分、あの、食べても太らんとか言う人じゃないけん。普通に太ったし、あの、年末年始に2週間きつめのダイエットしたやん。あんなダイエットなんかもうない、もうなかったことになってるよ。普通に元に戻ってるというか。で、みそちゃんってなんでそんなに食べれるんですかって言われること多いんやけど、自分ね、大食いの人じゃないけん、一回の量バーンとは無理なんやけど、だらだらなんていうの、ずーっと口に物しよる感じなんで、普段から。
やけん、なんか最近爆食の動画多いのに、なんで太らんのですかっていうコメントとかあるんやけど、カメラ回しとるだけであって、撮る機会を増やしただけであって、食べる量はそこまで変わってないけん、まあそんな感じですよ、みたいな感じ。みそちゃん眉毛綺麗やからずっと思ってたから、眉毛のまつ毛眉毛の話してほしい。これ2年前のバレンタインに韓国でアートメイクした動画あるので、ぜひご覧ください。バレンタインにね、ほんとアートメイク しに行くってどんだけ暇なんて話よね。なんかその時覚えて予約するときに、14日だったら空いてるんですけどどうですかね、汗汗みたいな店員さんから連絡来て、全然大丈夫ですみたいな返したの覚えてば。監督への悪口、監督への悪口ってどういうこと、江戸監督、私、どういうこと、監督、監督さん。行ってみたい国、ベトナム。ベトナムさん大好きです。私フォーとか生春巻きめっちゃ大好きなんで、ベトナムさんさ、生春巻き芸のやつ、あれ相当美味しい、あれ。うん、最近一番笑った話、これは昨日一昨日ぐらいに相当爆笑したんやけど、弟の話なんやけど、ちっちゃい時によう食べよった、おっぱいアイスってあるやん、こうなんかおっぱいの形になっとって、こうチューチュー吸うみたいな。あれってさ、めっちゃ難しいやん、吸うの。わかる？最後とかブワーって出てくるやん。それを弟と弟のなんか女友達と会話しよったらしいよ、おっぱいアイスについて。なんでおっぱいアイスについて話しよったのかなってわからんけど。ほんで、なんかあれ難しいよね、みたいな話言ったら、その弟の友達が、私、あれ、おっぱいアイスめっちゃ吸うのうまいよね、みたいな。絶対こぼさず食べれるんよね、って言ったらしいよね。ほんで弟は、おっぱいアイスのプロやね、って言いたかったんやって。ほんならそこで弟は間違って、おっぱいプロやねって言ったんだっけ。おっぱいプロって何みたいな。どんなプロだみたいな。最近のおじじとおばば。最近のおじじとおばば？まあ普通に元気にラブラブしよるわ、なんか。おばばはね、癖強いけんね、しんどいわ。しんどいわ、自体かま。なんか癖強いけんね、たまにね、おばあちゃんばあちゃん、なっしょみたいな時があるわけ。結婚相手はお金持ちか愛か。でもね、最近ね、なんかお金あったらね、何でもできるやん。何でも愛か。でも結局お金じゃなくて愛があったら何でもできる気がする。いや、もう結局なんかお金と愛が欲しい。両方欲しいです。YouTube やる前の夢、何をやりたかったか。YouTube やる前の夢はオーストラリアに移住して、そこで子育てすることが夢だった。落ち込んだ時の対処法、食べる。最近キュンとした出来事。あ、男の人の好きな仕草はっていうのもあったんやけど、食べ物とかこうやって取り寄ってここにつきそうになった時に、ついとるよってされるの大好き。もうつけたろかってなる。あれ相当好きだけど、もう好きな人とか思ったらもう こんなにしてこうやってやりたいわ、ほんま。よくない？わかる？あれ結構ちょっとキュンキュンポイントよ。好きな食べ物、欲しいもですね。みそちゃんの未来予想図。みそちゃんの未来予想図は、子供めっちゃ欲しいと思っとって、いつもみんなに、って言われるんだけど、6人欲しいと思っとって、6人やったら絶対寂しくないし、まあでもその分絶対お金がかかるやんか。でさ、子供がなんかしたいって言った時に、ああ、やらんかやらんかいみたいな、好きなだけやらんかい、あんたがやりたいようにやらんかいって言えるような、そんな人になりたいなって思ってる。今年挑戦したいこと。テレビに出る。結婚したい。いや、もう結婚もね、私ずっとしたい。高校ぐらいから思えるわ。コラボしたい YouTuber さんとかいますか？でも私ね、前も言ったけどね、ムクエナさんの二人がめっちゃ大好きな。で、この間ね、インスタ、フォロー返ってきて、みたいな、もうやばいみたいな。で、私、メッセージ送ったんよ。もう、めっちゃ、あの二人の会話とかがめっちゃ大好きで、JK、私も JK のあの会話に入れとるみたいな感じの空気にさせられるんよね。画面越しに。いつかお会いしたいなって思ってる。人生で一番痛かったこと。ちなみに私は帝王切開です。私は帝王切開ないけ、親知らず切開ですね。親知らず切開で、親知らず抜いた時、あの痛みがあったらもう何でもできるわと思った。相当痛かった。みそちゃんの学生時代の話。普通の学生ではないか。高校2、3年ぐらいで芋に目覚めた。今ハマってること。今ハマっとることあるっけ。あ、今ね、なんか化粧品を見るの好き。でも結局買おうかってなったら、でもこれ似たような持っとるしなと思ってしまうけど、まあ、買ってみてやっぱ使うのが一番いいかなと思って、化粧品とか見るの好き。パパとママの馴れ初め。パパとママの馴れ初めだって聞いてみようか。ママすげえ、うわー、美味しそう。パパとママの馴れ初めだって。ママの友達が結婚することになって、その子の結婚パーティーに行った。でみんなスーツなのに、パパだけ蛍光の青と黄色のテカテカのジャンパーとジーパンできたよね。で、髪の毛、髪型がつぶやき白みたいな感じだった。ただつぶやき白。知らんの？知らん。こんなサラサラの、よく言えば吉田栄作みたいな。吉田栄作って誰？知らんの。それで来て一通りしたの。うん。
で私が生まれたそうです。でパパとそっくりで、ママに似とるって言われるけどね、パパにね相当似とるよ。顔は性格はパパやね。性格はパパやね。ありがとうございました。ケーキをくれんの、こんだけ話してあげたらケーキはくれんの。残しちゃってあげるけ。かもしれないな。ねえ、だる。ひそちゃんの幼い頃のお話。幼い頃の話。主にお母さん。めっちゃあるよ。え、言って。何から言おうか。まず携帯電話を買って買ってって言ったけど、ママとパパがまだ小学生には早い言うて買わんかって、あまりにも携帯電話が欲しくて家のコキをリュックに入れて友達に遊びに行ったよね。じゃあそのコキがなったんよね。なったんよ。それで急いで慌てて帰ってきて、ママやばいやばい、コキがなったんよ。はぁみたいな、コキなるだろうみたいな。コキが誰らくんちにとったらコキがなったんよ。自転車乗っとったらカゴでコキなったけどね。みたいな。真夏の夏休みに家中の温度をむっちゃ下げたかったんだろ、うん、で家中を寒く してやろうと思って家中の戸を開けて家中のエアコンを全部18度にしてガンガンに冷やして、うん、やけ子供やけそれで満足して遊びに行っとった、ね、でママが仕事から帰ってきて玄関開けたら外猛暑やのにむっちゃ寒かって、え、何これとか思って、泥棒入っとんだろうかと思って部屋中見たらめっちゃ戸開けられとってエアコンが全部ついとって一個ずつ消しながら、え、これなんつう泥棒これ泥棒とかで、みーちゃん帰ってきて、みーちゃんなんかね、帰ってきたら全部エアコンと灯が開いとったんやけどって言ったら、あ、みーちゃんがね、いいね、どんなみーちゃんにするのあるかねって言ってね、したんやけどね、忘れてするまで遊びに行ってってとか言って帰ってきてパパにめっちゃ怒られたけど、二度とするなよやっとかな、これだけにしとったありがとうございました。はい、今日はこんな感じでいろいろママにも来てもらって3周年をみんなってお祝いしたんですけど、どうだったかでしょうか。いや、もうなんか本当にみんなあっての私やなってつくづくめっちゃ思うし、本当にありがとうございます。私なりに頑張るので皆さん応援よろしくお願いします。ウームにもめっちゃお世話になってるし、お世話してくれる皆さん本当にありがとうございます。大好きです。これからもみんなが喜んでくれるよみたいな、この子吸引いいねみたいな、この子の吸引やったら元気出るわみたいな吸引もね、様々な お姿をお見せしたいと思うので、もしよかったらこれからも応援よろしくお願いします。以上、みそでした。バイバイ。Yay!